今シーズンはもう本当に怪我に悩まされた年で、リーグのレベルが上がってきてる中で、やっぱりこう毎試合毎試合であったり、本当に毎週毎週自分たちの成長の機会にしたり、経験値にしなければいけないところで、本当に怪我で選手が離脱したり、フルメンバーが揃ってる試合っていうのは本当に1週間2週間あったのかなって思うぐらい苦しいシーズンではありましたね。ただまあその中でもコロナの規制であったりとかがだんだんこう解禁されてきて、ファンの、が会場に戻ってきてくれたりとか、僕らに対してより明確な形で応援できるようになったりっていうのは本当に嬉しかったなという、その2点がすごく印象には強いですかね。B2 昇格はやっぱりもう僕らの悲願ですよね。参入2年目のシーズンで準優勝で、その次の年は昇格決定戦、本当にあと一歩のところで僕らはやっぱり B2 昇格を逃してる。で、岡山のファン、またトライフープのファンみんながやっぱり望んでることだと思う。その悔しさから来る選手たちであったりとか、まあ、クラブのみんな、ファンのみんなの思いっていうのは相当強いものがあるだろうし、やっぱり今年何としてでも B2 へ上がりたいですよね。まあ、なんといってもやっぱり僕らの強みはチームの結束力だと思う。何があってもチームとして取り組む、勝つ時も負ける時もいかなる時もチームで前を向き続け、前に進んでいく。ずっとそれをやっぱり1年目からコンセプトにしてきましたし、それができないのであればもう僕はコートに選手たちは立たなくてもいいし、僕もヘッドコーチをしなくてもいいと思うぐらい、やっぱりそれは大事にしていること、それがやっぱり僕らのトライフープの強みだと思うし、選手たちは一生懸命それを体現してくれてると思いますし、ファンのみんなもそれが好きでトライフープを見に来てくれてるんだろうなと思ってます。もう意気込みはやっぱやるからにはもう新しいシーズンのスタートだと思います。もうポストシーズンって言われるぐらい別の生き物だと思うので、本当にそれぞれのチームがレギュラーシーズンとは全く違う準備であったり、全く違う強度、激しさっていうのを持って臨んでくる。ただやっぱりその 100% 同士でぶつかり合うことに関しては、僕らのチームっていうのは結構得意としてるエリアなんじゃないかなというふうには思ってます。まあ、どこが相手になるかはまだ決まってないですけれども、どこが相手でも1個ずつしっかりと勝ちを拾っていって、最後は優勝したいと思います。優勝以外は見てないです。いよいよプレーオフが始まります。もうレギュラーシーズンの勝率は何も関係ない、僕らが2つ取った方が次へ進める、もしくは優勝できる、シンプルな仕組みでございます。ここで僕らが勝ってバスケット界をあっと驚かせて、岡山中の人たち、そしてトライフープのファンみんなで大喜びをできたらなというふうに思ってます。もういい加減昇格しましょう。